オラフ・ホフスバッケンはノルウェー、オップラン県、スナウティングダル出身の元ノルディック複合及び、クロスカントリースキー選手、1930年代に活躍した。1934年、ノルディックスキー世界選手権では、ノルディック複合で6位、4X10km リレーでは4位となった。翌年の1935年、ノルディックスキー世界選手権では、 ノルディック複合で4位、クロスカントリースキー 18km で、銅メダル、4X10km リレーで、銀メダルと2個のメダルを獲得した。1936年アルミッシュパルテンキルヘンオリンピックでは、ノルディック複合と 4X10km リレーで、共に、銀メダルを獲得、クロスカントリースキー 18km では5位の、成績を残した。1938年、 ノルディックスキー世界選手権では、ノルディック複合で、金メダルを獲得、クロスカントリースキー 18km では8位となった。さらに1938年、ノルディックスキー世界選手権の 4X10km リレーで4位となった。また、ホルメンコーレン大会では1936年と1939年に、ノルディック複合で優勝。 1937年にはホルメンコーレンメダルを受賞した1986年にオップランケンのグヨビッチで死去。ありがとうございます。